はい、皆さんこんにちは。プロ野球 OB クラブチャンネルです。特別編プロ野球スピリッツエース企画、川崎さん第2回ということでですね、はい、川崎さん引き続きよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。第2回目です。2回目ということでですね、はい、それでは早速ですね、前回の、動画を見ていただいた方は分かるかと思うんですけれども、前回は川崎さんにご自身の能力ですね、うん、見ていただいていろいろ面白い話をいろいろ聞かせていただいたんですけれども、はい、実際に今日はちょっとこれは私のアカウントになってしまうんですけれども、うん、前回の動画でお話した通り川崎さんを、獲得しておりますので、うん、はい、川崎さんに川崎さんを使っていただくと。いいね。ご自身の使い方は多分ご自身が一番分かっているんじゃないかということでですね、使っていただきたいと思っております。はい、でですね、早速試合を行うんですけれども、今回川崎さん、はい、プロスピをやられるのが初めてということで、うんうん、そうなんですよ、はい、なのでリアルタイム対戦というですね、うん、一番こう好評なモードがあるんですね、うん、プレイヤーの中で、うんうん、はい、その中の、まあ、練習戦というものがありまして、うん、そのコンピューター、それはちょっとコンピューター相手になってしまうんですけれども、うんうん、ちょっとそちらを川崎さんにやっていただきたいなというふうに思います。はいはい、了解です。はい、でその前にですね、私のちょっと持っている選手しか使えないんですけれども、うんうん、川崎さんにちょっとオーダーを組んでいただきたいなと、まあ、今ちょっと既存のですね、私の、はい、選手が獲得している選手だけしかちょっと入ってないんですけれども、うん、まあ、そこでちょっと、オーダーを組んでいただきたいなと思います。うんうん、多分この後画面収録したものがですね、こちらに出ますので、まあ、ちょっとその川崎さんの決めていただきながらやっていきたいと思います。うん、はい、了解です。はい、ということで今多分ここのあたりに画面収録しているものが出てると思うんですけれども、今ですね、私が、所持している選手がこちらになっておりまして、はいはい、控えの方を見ていただくとですね、控えの方ですね、上の、はい、上の控えのところをタッチしていただくと、ね、他の選手がどんな方がいるかっていうのが出てきます。お、箱出てくるんだ。はい、へー、こういう形で出てきていまして、あ、ちょっと戻ってください。パーッといくとですね、パーッといっていいね、パーッといくね、まだいっていい、おわっ、出た、あ、やっぱ同僚だったペタジーニ選手、ペタ出た。前回井端さんもペタジーニで反応してましたけれども、あ、なるほど、はい、井端選手もね、はい、選手とか井端もやってたからね、はい、一緒に一緒の時代、いや、俺らは一緒にやってるから、はい、ね、同じチームで、はい、やっぱ気になるところですね。やっぱり印象強い選手だったってと思いますが、同じチームメイトとしてもやっぱりね、すごくいい、勝負強かったし、打ってほしいっていうところで打ってたんで、 あとはね、やっぱ奥さんが強烈だったからすごい覚えてるの。オルガ夫人、ね、オルガ夫人がね、もう強烈でしたね。常に一緒だったから、移動する時もずっといました、チームずっと一緒だった移動時はね。なるほど。だからね、余計にね、ペタはね、はい、覚えてるんですよ。ああ、印象強かったんですね。そう、これ押しちゃっていい？はい、押してください。じゃあ押して、入れ替えですね。うわ、でもこれリアルじゃん。本当に、もう当時の入れ替え。で、ファーストなんで、まあ、ちょっとこれ中田選手、初期入ってましたけど。じゃあ、まあ、ファースト入れましょうか。いいですか、これ。はい、入れましょうか。で、OK ですね。はい。はい、で、他にも、控えの、はい、センターを変える。センター変更。控えと交代ですかね。控え、これね、はい、真ん中ですね、はい、糸井選手から、うわー、あ、もう糸井選手もね、いいんですけどね、もっとこういないかな、今序盤の方に、これ今多分守備適性が薄い選手になってしまうので、上の方に多分いましたね、今ちょっと結構センターの選手いました、はい、センターが上の方に、上の方に出てきましたね、はい、その辺りに、あ、いた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 、懐かしい、懐かしい、はい、アロンゾ・パウエル、あ、やっぱり同じ時期をというか、う、対決してますね、パウエル選手も、そう、だからパウエルはね、はい、俺すごく印象残ってるのは、はい、まあ、率を残す選手ではあったんだけども、はい、ホームランもやっぱ打てる選手で、俺なんか名古屋ドームで、はい、あ、じゃあ名古屋球場の方で、名古屋球場当時そうですね、まあ、8時ぐらいの時、はい、ポンって打ったから、はい、ちょっとジャンプ仕掛けた、ジャンプ仕掛けて、はい、そしたらそのままバックスクリーンに突き刺さったんですよそのまま行っちゃったっていう、 それぐらい強烈な打球を打たれたからめちゃくちゃ覚えてるんですよ。やっぱその能力、多分ちょっと今もう一回能力見ましょうか、パウエル、はい、パウエル、はい、押してください、押して
ラインドライブというのはもうこう本当にちょっとこうこういく感じですね、はい、だからやっぱ多分切ってるから切ってる、あだから打球としてはこう飛距離はね多分そんな伸びないんじゃないかね、そのだから本当にこういうようなイメージというか、そうですよ、だから貴重な人だと思って、そうまあとにかくね、はい、アロンゾはねめちゃくちゃねライナー性が多いんですよ、裏上量上がらないんですよ、まあ強烈、本当に覚えてる、あのイメージ強かった選手だったということで、強い、だからちょっとセンターで行こうと、はい、じゃあここに戻り押していただいて、じゃあ他には何か大丈夫そうですか、他はこれでいきましょう、行きましょうか、はい、じゃあこの選手でいきたいと思います、はい、でご自身がですね今一応ピッチャーが川崎さんになるようになってます、おちゃんとちょっとあの育てきれては、頑張るとこまで頑張りました、まだだから成長途上ってことですね、はい、途上です、はい、途上なんですけども、はい、結構あの頑張る、川崎健次郎投手で、はい、行きたいと思います、この間出たばっかりでしょ、そうです、はい、1週間前ぐらいですかね、あの収録日のことをちょっと考えていただくと、はい、1週間ぐらい前出たんですけど頑張りました、ちょっと、はいはい、じゃあこれ使います、はい、じゃあ戻るを押していただいて、戻るしてで、セーブですね、セーブを押していただいて OK ですね、あ打順どうされますか、ちょっとですね、打順がですね今こう入っててそのまま入れてるのでパウエルが2番になっちゃってるんですけれども、うん、打順どうかいじりますか、これはでもねパウエルほら今でも2番最強説ってのがあるんで、はいね、パウエル2番でもいいんじゃないですか、パウエル2番いきましょうか、だって後のメンバーすごいもんすごいメンバーですよね、そう、はい、パウエルじゃあ2番、2番でじゃあこれで決定ということで、はい、はい、これでじゃあリアルタイム対戦のじゃあ川崎さんにですねリアルタイム対戦の練習戦をやっていただきたいと思います、はい、真ん中ですね、はい、でこれをですね、はい、ちょっと川崎さんに一番最初なのでフェードにしていただいて、はい、はい、ですね、で川崎さんに選んでいるので OK ですね、川崎健次郎でいきたいと思います。